え皆さんおはようございます。えー、インターネットの方々おはようございます。えー、こんにちは。えー、こんばんは。まあ、こんにちはの時間ですね、今はね <laughs>、はい。それでえっと私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。8月13日から19日のえっと7万3900円のためにですね、 心を合わせて祈りたいといいいとうに思いますす、はい、よろしいですか天皇、はい、様あなたが安定教会の会計を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。その10分の1の7万3900円を教会外の働きのためにつなげます。どうぞこれを豊かに清めて用いてください。あなたが豊かな霊的な祝福、また経済的な祝福を与えてくださっていることをありがとうございます。また経済においても足りないことは一度もありませんでした。 本当にあなたの素晴らしい恵みの御手を感謝でいます。さらにこれからも大きな祝福を、霊的にも金銭的にも与えてくださることを感謝でいます。あなたの皆をあがみます。あなたの金銭の支え、霊の祝福を感謝して、イエスのお名前によってお祈りいたします。あめ。えー、っと、今日ですね、あのー、 第一で中川さんがえっと洗礼を受けられたんですけどオンラインでえっと礼拝されておられるんですねですからあのオンラインの方がえっと洗礼を受けられて本当に初めてのケースですけども感謝したいというふうに思いますまたあのえっと中部に行ってたんですけども先週はですねでえっと何箇所かえっと初めての方もいらっしゃってですね あのでオンラインをやっておられる方々が何か所か来てくださったんですね。ででにオンラインの中でねた,たくさんの方が見てくださっているのとそれから、えー、と器としても用いられている方々がいらっしゃいますけどやっぱり主の,の手のあることなのでこう神様の畑はさらに進んでいくぞっていうことをね感じますしまた同時に主、えー、の手のあることなのでいろんな 神の技がそこであの起こってくるでしょうしまた神のおさんもいろいろ起こってくると思うんですね。でどういうことが起こってくるかっていうことをですね、えー、期待しつつね見ていきたいと、えー、こういうふうに思います。それとともにですねえっ、ー、と「安らぎの歌の方がこれ350曲って書いてあるんですけど結局その後、えー、と50何曲来ましてですね、えー、4 0八4 0 8と。 あのいうことになりまししたた、えー、皆さんもご苦労様でした <laughs>、ね、これからあの我々がご苦労なことになるんですけども <laughs> どうぞあの1週間で、えー、審査員が5人ほどいますから合計の点数で決まりますのでねあのどうぞあのそのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。それとともに、えー、となんかこう主の手のあることっていうのはですね ちょっとと違うなと思うな思んですね今まであの動きの中でも普通こうはならないってことがね起こってきて素晴らしい曲が次々と思われてきましたけども、まあ、今回はさらに素晴らしい曲が来るということをね非常に強く感じます。またあの、えー、と13週っていうことではなくて、えーと「安らぎの歌の名前とパターンを変えるっていうことをねちょっと示されてきてるんですね。おそらく ちょっっと働きが変わってくるんじゃないですかねそういういに感じますそしてですねえー、っとなんか神の技が起こるぞっていうことを感じますしです、ねえー、また今回は特に、えー、っと今までもいい曲が多かったですけどちょっとレベルが違うレベルで動いてくるんではないかとこういうふうに思っていますですから、えー、どうぞ祈りつつね、えー、皆さんもあの見ていていただきたいというふうに思うんですね。それで、えーっと 安らぎの歌の働きにおいても主の手のあることなので主の手のあるということはあの奇跡が起こりますからねもちろん今も奇跡なんですがそのレベルじゃないでしょ主のね技これからあの特別なことが起こるということをね覚えつつ皆さんの方でも期待しですね一体どういうことが主が起こしてくださるかということをね期待しつつあの見ていきたいとこういうふうに思いますえっとそれとともにですね えっと、日曜日の夜の8時15分かな、えーっとまあ、その時間には見てないので分かんないんですけど「八重の桜」ってやってるんですねそして、えー、っと会津の人の話ですけども、えー、っとそこがあのやっぱりポイントなのはクリスチャンの話なんですねそして同志社の,あの創設者とその奥さん特に奥さんがその。 主人公になっている話なんですがなかなかキリスト教の話が出てこなくて教会は出てくるんですけどね支援してくださいとかそういう話ばっかで <laughs> ところがあのちょっと予告編を見たんですね今日の夜のねあの今日の夜の予告編を見たらかなり見言葉ばのことを明確に、ね、救いに関することを言ってるように見えましたよねで、えっと、どうぞ興味のある方はねあの見ていただきたいというふうに思います。 えっとまあ、8時頃はあはスネル声を見ていただきたいんですけど <laughs> あのビデオに撮っておくと、ね、ビデオを今日撮れない人は、えー、っと土曜日の1時5分から NHK で撮れますので、ねえー、見ていただきたいとこういうふうに思いますあと,、えー、っと学生会の方でえー、っでレ,レミゼラブル、ね、言いにくいですね。 なんか油ゼミみ,みたいな感じで。<laughs> <laughs> えっと、あのー、今日なんかビデオやるみたいでなんか興味のある方があったらねえー、っと2時からやるのかな4時からやるのかな,4時か,のかな4時からやったら時間が間に合わなくなるんじゃない <laughs> だって6時に食い込んじゃうでしょあれ <laughs> 2時間超えてましたよね確かね <laughs>、あのー、やるそうなのでね、えー、まだ見てなかったり興味のある方は えー、ま,まあ学生以下には無断で今言ってますけどもですねあのー、見に行っていいんじゃないかな <laughs> 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 というふうに思いますのでね見といていただきたいというふうに思います。それで第一コイントの13章の方に入りたいとこういうふうに思います。 十三章の十三節こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですその中で一番優れているのは愛ですでここでえっと信仰のと希望と愛のことをこう言ってるわけですねでこれは永遠に残るものでありそして重要なものですね このつはで,すねですからこの信仰と希望と愛これはですねあの私たちの内側になければならないものなんですねそしてですねこれを比べるならばね平行に比べるならばこれは愛が重要だってこういうことを言ってるわけですね平行に比べるならね しかしあのここでね誤解が生じますえっ、ー、と平行にこれは、えー、と考えるべきものではないのですねまあおのかかりを持っているとそしてですねこの時に、えー、と信仰が実は土台となりますだから土台となるからここで言う愛を信仰がなければ 理解でできないのですねあるいは希望を信仰がなければ理解できないのですねそして愛そして希望があるとこういうことになりますいいですかですからこれを平行に比べると愛が一番重要ですがこれは信仰が土台となっていてそして愛希望があるとこういうことです で例えばですね愛に関して言えばいろんなこう愛があるわけですね巨人愛とかね阪神 <laughs> 愛とかねこうあるでしょです、ね、ストーカーだってある意味で愛ですよねあれ <laughs> ですねあの具体的にねで皆さんねいろんな愛があるんですねおのおのが考える愛もあると思いますこれが愛だっていうのもある,ある,あると思いますねでそういうことを言ってんじゃないんですねこれね 信仰の希望信仰を土台とした愛を言ってるんですはっきり規定してるわけですね規定してるわけですねじゃあ,あのどういうことを規定してるかというとこれはあの聖書に書いてあることが土台になるわけですね例えば愛に関しては「神を愛しなさい」そして「人を愛しなさい」でしょそうすると愛の基盤はまず第一に「神を愛すること」ということに気が付きますそして「人を愛する」とういうことに気が付くんですね そしてまたあの人を許しなさいってことありますねで許すなさいっていうのはいろんな害を受けてこっちも打撃を受けたんだけどしかし許しなさいって言われてるから、ね、愛さないといけないから許すのかって普通考えますがえ聖書ではそんなこと言ってないのですねちゃんと根拠を言ってるわけですねそれは何て言ってるのかというとあなたが許されたんだから許しなさいって言ってるんですだから私たちのね罪があって 我々が100許されてると相手は1しかやってないじゃないかとだから「許しなさい」って言ってんですねだから基盤はね一つ「許された」ということになるということに気が付きますそうですねそれとともにねこう言ってね全てのことを感謝しなさいでしょその後ろに神の素晴らしい計画があるわけですねだから相手から打撃を受けたことを感謝するときに我々は知るわけですねその打撃を受けたことが栄になっていると。 ままた主に従うなならば全ては益となるとるこれ見ますよねそうしますとね皆さんね私たちがあの被害者であったとしても実はですねそれがこの神の許しとそれから神の御言葉の力によって違うようになるって言ってるわけですねだから愛してなさいってこう言ってるんそれじゃ、ね、愛は気をつけないといけないんですね剣になるから剣になる なとかなん,かーーなんてそうでしょあるいは、えっ、ー、と、親が変なふうに、えっ、ー、と。甘やかして育てた結果。<laughs> ね。えー、そのダメになったとか。こういろいろあるんです。これはちゃんとね。信仰の土台に立って。そしてですね。神の知恵によって対応していく。っていうことはね。重要なんです。ですから。えー、実はね、愛って言ったときに。違うんです、皆さん。 あの主の愛なんです。の愛なんですあの我々がですねフィリピンに行って山岳に行ったんですね、えー、そして山岳に行った時にすごいところだったんですねまずトイレがない最近トイレの話してませんけどねあれすごかったんですねあの具体的にそのトイレの話してるとわ脇に行っちゃいますよね話が <laughs>。ですね。 そしてねダダダダダダダって、ね、あの内戦地域のゲリラ地域に行きましたからもう音が聞こえるわけでダダダダダね。ンこの間あの女子会がでホタル見に行きましたけどホタル飛んでるわけですね綺麗でしたよねパーンパーンとねこうやってねそしてね、あのー、説教したんですね説教したときにねこれちょっと納得いかない通訳だったんですねで私が説教するでしょ。でこちらの人が英語で 通訳してくれるわけですねで向こうでタガノコか何かに書いてくれて現地語に変えるわけです、ね。だから3人通訳者がいるんですね。一生懸命英語をやって次にタガノコがやってそ最後の人がですね分かんなくなっちゃうんですね。それでうん <laughs> つまりねどう考えてもねみんなは理解してなかった。まあ、それで最後にやったんですね。あのー ししましょうって招きねそしたらね、えー、人々に、まあ、最後は牧師の人が通訳してるから言ったんですね「献身しましょう」ってね、まあ、みんなよく分かんないわけですねそれでみんなに出ましょうって言ったらしいですねなんとなく雰囲気で分かりますよねだって、ね、説教分かってないのに全員献身して出てきました <laughs> ね出てきたんですねそしてねその時ね牧師が泣き出しちゃって。 で,で言われたんですね我々は見,見捨てられていたともうね10年近く誰も来なかった危険すぎてねでもねあなた方来てくださったってね泣いておりましたよねそしてもう一方の方ではねやっぱり攻撃しちゃって通っくれましたよね通っくれましたよねでこの時我々はどうしたのかっていうと神が言われたことに従ったんですねそうした時にね何が起こったのかっていうとね 神の愛があの我々はね手足になったんですね。でみんな神の愛を感じたんですね。ですね。でこの時にですね実は神が中心なんです、ねそ,ね、そしてね私、えー、も、えー、とある時ね高額してまどってどうしようかと思ったことがあるんですね。いろんな方々が来るから奉仕するわけでしょ。で奉仕しててバンとくっついて そして徹底して話していったりなんかする方針をするわけですよね。でいろんなことを助けたりなんかするっていう方針し始めたんですね。それは当然の話ですね。それが普通奉仕者の奉仕なんですね。途中からやめたんですね。それはねなぜかっていうとねその私が奉仕する方々は私に依存し始めたのです。ね、こっちは助けてあげたっていろいろ助けるんですがそうするとね見えてきたんですね。神の邪魔してるって。 神の邪魔してるってこう見えてきたんですよそれでねそれ以降切り替えたのですね。でこの時にね皆さんえー、っと信仰が土台なのですね神の知恵が必要なのです神の動きがねそれ神の言葉が土台ということをどうぞ覚えていくです,ですから愛が逆に切っちゃったり実は違う方にねじ曲げちゃったりそういうたくさんあるでしょ皆さん ね、今日本の事件って大々愛でしょう <laughs> そうでしょ皆さん、ね、愛がいろんな悲惨なことを出してるじゃないですかね本人は悲惨な相撲じゃないですよねでこれは神の愛です皆さんね信仰が土台なんですでこれが一つ大きなポイントですだから信仰が土台だから例えばねあの聖書にこう皆さん愛されてるって言ってるんだけど愛されてない感じの人もいるでしょう皆さんね信じないとダメです皆さん信じないとダメです。信仰が土台なんだから 神の言葉が土台なんだから、そこからあの動いていくということですね。それとともにですね、希望、あのこれはあの重要なのですね。えっ、ー、とね、あの我々の中で、えー、と昔流行ったこともありますね、夢も希望もないと。あれ、誰が言ってたんだっけなあれ、誰が言ってたんだ覚えてる人いますん夢も希望もないと。知らない古すぎて。 <laughs> なんか分かってそうな人が何人か <laughs> あのいらっしゃいますね。それでね,、えっと、ねクリスチャンでね希望がない人っているんですよ皆さん。希望がない。で希望がないっていうのもい,いっぱいあるでしょ自分の将来に希望がないとかね自分に希望が持てないと、ね、老後に希望が持てないとかねそれから今こういう問題に直面してるんだけどその問題の解決に希望ができないとかね。 それから子どもたちに希望ができないとか希望が見えないとかねこういろいろあると思うんですね具体的にねでその時にですねあの私たちが希望がない状況っていうのはもうただ一つです現実問題を私たちがですね見現実問題に振り回されて希望がないのです,ですね多くの場合はですねそうなんです だからこの問題が解決する希望がないと、この病が解決する希望がないと、ね、私に希望がないと、<laughs> ね、私が一体どうなるんだろう、希望がないと、ね、老後はどうなんだろう、年金もなくなりそうだし、<laughs> あるいは、ね、あの大地震も起こりそうだし、日本の経済も破綻しそうだし、一体どうなるんだろうってね、えー、そういうふうな形で見ます。 で皆さんね、希望のないクリスチャンは暴発しますからあの気をつけてください、皆さん、あの具体的にですね。で、その時にですね、見てるところが悪いのですあの。クリスチャンってね、希望いっぱいなのですあの。希望いっぱいじゃなくて、えー、と皆さんはあの私も幸運なんですけどあの、これからなんですね。これからなんです、ね。 なんかあの、えー、オンライン見てる人がねいやいや言ったそうですね私とあの婦人さん並んでるのを見てあれは奥さんだろうかって考えたと言ってましたオンラインの人はねしかし若すぎると <laughs> <laughs> あ,あれは奥さんじゃないんじゃないかと <laughs> あのー、こう考えたんですねそうするとねあのヨハネ君が言ってたんですけどあの私ね あのイメージが違うんですよお,お父さんはあの説教でね中3の時から変わってないって言ったからお父さんのイメージって違うんだって違うんだってねだって私あのね不審さんとあの一緒にいてねあの不審さん年取ったなと思ってるんですよねだって海鮮に来た時ねもう力が違いますもんねあの飛行機から降りてきてね あの不審さ,いくさ,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 さそうんですよねちょっと時間があるからこのまま映画館行こうって疲れたぐらいやですよねあれですよねでえー、っとそしてですね、あのー、ただあの一つを感じるのはねあの段階の世代なんですね私はね。 いっぱい同じような人がいっぱいいるわけですよね。あの奥さんと一緒にね。映画館なんか来てたり、あるいはその辺歩いてたり、もうたくさん歩いてたりするんですね。そしてね、嫌悪感を感じるんですよね。私はねだって、あの人たち寄生を楽しむって感じじゃないですか？いや、私はね。そんなこと全然思ってないんです。これからだぞと。これから華々しく詩の技が始まるぞってね。思うのですよね。 と本気ですよ。皆さん、完全にあの希望なのですね。希望なのです。そして皆さんね、あの真の希望っていうのはこれは皆さんね、神から来ます。えっと皆さんはね、人生に自分の希望を持っている方もいらっしゃるかもしれませんね。希望ない方ね、希望は神様です。で、人生の希望を持っている方、もっとすごい希望がありますね。もちろんそれが力来た希望だったら最高ですよ。 ししかしねもし主から来てない希望だったら実は最善を失ってます。最善のことがあります皆さん。具体的にね。それから問題があって諦めてる方もう希望がないと諦めてる方それは人間的にはそうです。しかし皆さんね主の手に希望があるのです。言葉に希望があるのです。ですね皆さん。そしてですね 皆さんの問題を通して、ね、一生は栄光を表されるのねだから皆さんね、あの私たちの人生はこれからなのですよね。例えば、えー、っとあの紅君が、えー、脳障害になった時に、えー、知能が発達しない、いい一生あの、えー、治らないという、ね、言われた時に、えっと、それは、えー、医学的には希望が持てない状況ですよね。宣告されたんだから。 ね、医学的にはそうですねしかし皆さんねあの医学よりも上の方がいらっしゃるんです医学は重要ですよいいですかねおるそがにしたいちゃんと病院行ってくださいしかし上の方がいらっしゃるんですそしてですねえ最初から私思いましたよ、ね、えー、っとあの感謝をするっていう事柄は素晴らしいですねですねなんかあの、えーっと 少年栄一を見ていた人たちがねその、えー、っと家に、えー「いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことを感謝しなさい」ってねその御言葉が書いてあったっていう感激したとかね言ってましたけどちょっと私はおかしいなといやいや思ったのですねなぜ思ったのかというと戦前の家にそれが書いてあるということは戦前は 文語体ななんじゃないか <laughs> 聖書<は>、ね、<laughs> と,ところがあれ,あれその言葉は文語体ないし新海訳じゃないかだ。<laughs> ね、<laughs> でそれを見ますともしかしたらねその時代から本当に貼ってあったのを書いたのかもしれないけど普通戦前っていうのは文語体ではないかと思うんですよね。だから今の信仰を荒らしてるのかもしれませんねもしかしたらね。 でもねこの言葉を知ってるってことはすごいですよねだって全てに適応できるんですもんだって何か問題が起こるじゃないですか感謝するでしょその後ろに神の計画があるわけですよそれ素晴らしい計画があるわだから私は紅君の宣告された後もすぐ祈りましたよねありがとうございますってねそして考えてみたんですね素晴らしいことは何が起こるか一つは癒されるもう一つは病気であっても栄光を荒らすでその時皆さんねあの 神の希希望望って確かな希望なんですね,ねある方はね何か問題ごと感謝してこの後ろに神の素晴らしい希望があの素晴らしい技が起こるっていうことをね何かねかげろうのようにね虚しい希望のように見えますとんでもないこれが確かな希望なのですねそして祈ってる時私言われたんで「癒す」って言われたんだそれでもう分かりましたで皆さん死の声を聞いてください 言葉で捉えるっていうのは基本的なことです。いいですか。さらに聞くのです。で、言葉が来ますね。で、私、えー、もう癒されると思いました。そしたら、主に言われたのですね。ベニ君の癒しを人々に見せなさい。それで、ベニ君の癒しを見せに行ったのです。あの、主の言われる通り。やれる通りの技が。ここてきたのですね、皆さん。 あの私たちは、えー、とノンクリスチャンではないのですねノンクリスチャンの方は祝福されていないんです祝福されていないというのは神のある部分の祝福が届かないのですでそれは皆さんね言葉を通しての祝福なんですねそして言葉の中に大きな祝福と、えー、技があるということをどうぞ覚えておいてくださいそしてですねどこに、えー、と希望を見いだすのかというと言葉です 言葉ですね、例えばあの皆さんのお子さんがね出来が悪くてえそしてね勉強ができなくてこれどうにもならないなぁとそしてですね、あのー、夏休みの初めですねあのー、親御さんでね思ってる人いると思います立場が変わってよかったって。ね、何を言ってるのかというと皆さんね、えー、っと成績のいい子は別として夏休みね 入る前に通信簿ってもらわないといけないいいとけのですねでその通信簿がねあの要するに祝福のもといであったっていう人は別として <laughs>、ね、人生の試しの時だった人は多いでしょう皆さん。だってね教会の中でね通信簿の,あの字変えたって言いますもん。<laughs> ね、3を2に変え1を4に変えてそしてお母さんに出して「 で戻した時ににしして学校に出ら一度そのお消すのを忘れたって <laughs> で大変なことになったっていうことをねこう言っておりますよねそうするとね、うん、あ言うでしょう何この成績ねお父さんみたいになっちゃうよみたいなね <laughs> であのそれは肉においてあの希望を持つ、ね、肉において 良、えー、くするということですよ、ね、しかしねあの皆さんねたと、あのー、え全て一であったとしてもあるいはね出来が悪かったとしても皆さんですねそこに真の希望があるんじゃないんですねそこに真の勝利があるんじゃないんですねこれ皆さんね神の言葉です神の言葉ですで皆さんの中でもう人生終わったと思ってる人いるでしょ <laughs> ね 皆さんだめですよ、これからでしょう、だって死の栄光はまだ洗えてないでしょう、ね、とんでもないものをね、あの失いますよ。えっと、私はね、一度ね、気が、ま、迷っちゃって、あのー、たことがあったんですね、それでね、岡村牧師にね、一度行ったんですね、彼が、ね、新学生の時かな、フランス料理をおごってあげるって、ね、あの何の理由もないのに言っちゃったんですね。 そして、ね、高円寺駅前のところにね、えー、っとフランス料理があったんですそしてね、えー、っとフランス料理に入ったんですね5,000円これもねどうしてあ,あんだけ気が迷ったかっていうのはね考えられなかったですよねそしてね、えー、っとフランス料理が出てきたんですねそしたら最初はねなんかね食前のブドウ酒が出てきたんです 僕考えたわけです2人でブドウ酒を飲んでいいものかよ,よくないもの酒飲まないですからねそしたらですねブドウ酒は生産式でもやってるしそれから少量のブドウ酒だったら飲めって聖書にも書いてあるからそれで少量のブドウ酒を飲んだで別に飲んだことなかったからちょっと飲んだんですよねそしたらね最初にねサラダが出てきたんですねでサラダ食べてる間に 気持ちよくなってきてきですね,でね途中でね吐きに行っちゃったそしてね戻ってきて食べてやるぞとっまだ気持ちよくて吐いて戻って食べてやるぞとっ気持ちよくて吐いて戻って食べてやるぞとっ気持ちよくて吐いてでそれから皆さん魚と、ね、肉が出てきたんですそしたら皆さんね気持ちよくてもう魚と肉食えなくなっちゃったんです。 それでしょうがないから、おかまるボクシじゃあ食べてって言ったら、じゃあ食べてやるとかなんか言ってですね。で、その結果、お金払って、サラダちょっと食べて <laughs>、それで帰ってきたのですよね。そしてね、あそこの肉と魚の味はね、味わわなかったのです。で、皆さんね、人生でそういうことのないように、ですねあの,のもの、神のものが優れてるのです。ね そして皆さん真の希望はね神の言葉の中にあるのですで問題においてもですね問題は解決するのですだから言ってんですね何かとさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさいというのはそう思い込みなさいって言ってるんじゃなくてそうなるから前もって思いなさいってこう言ってるのですそしてです、ね、皆さん解決と希望は言葉を土台にして表されるのですねそして皆さんね えと今皆さんいろんな奇跡をあのあの受けておりますが、えー、とこれからですあの皆さんの、えー、と人生の醍醐ご味はねこれで終わりじゃないんです皆さんねこれから主と共にありますいいですかこれは主と共にあるんですねだから信仰を土台にしないと駄目ですよ信仰を土台にしない、あのー、希望っていうのはね 人間的なレベルのことでそれが成就するかもしれないし成就しないかもしれないし安定するかもしれないし何だか分かんないでしょうしかし、えー、主の言葉はそうではないのでですねで皆さんねその主の言葉による対応見といてくださいそれから不可能な問題があるのならば言葉を受けてそれで言葉による対応をなす時にその不可能な問題を解決する種の力と恵みをですね見ていくっていうことね。 どううぞ覚えておいてあのいいいいたただきたいというふうに思いますそして例えば感謝だった一般的な言葉ですが主が語る言葉を捉えることですねあの語る言葉を捉えること例えば私はですね病気で、えー、そしてあのお医者さんが、えーね、もう長くはないって言ってましたしまた同時に私の母親が私はもう普通には働けないってね思って違う方法を提案してきた時にもう私は知ってました。 私は治って、さまじく忙しくなることを知ってました。知ってましたなぜ知ってたのか、私は、ね、主の言葉を受けてたからです。それで、ね、主の言葉に期待してたからです。まあ、期待だけじゃなくて、そうなると思ってましたね。あのー、今、起こっているのはもうそのと通りのことですね。ただ、こちらの計算違いがあったんですねあの。観客が寝てるとは思わなかったんですが。<laughs> 私も起きてるけどみんなも起きてると思ってたんですけどそこがちょっと若干の計算違いですねあの、まあ、そ,こそこまでかあの見ことはカバーしてなかったでその時にですねあの皆さんの希望は主の手の中にあるのですね主の手の中にあるというふうにしないと駄目です皆さんねていうのはどうしても私たちは目に見えること自分の手の中のことを考えますからそして振り回されますからねしかしねそう ではないんです主が与えようとしてるのはねで皆さん信仰が土台です信仰が土台御言葉に信頼する信仰が土台ということをね覚えておいていただきたいと思いますお祈りします手のすまどうどおう人,人のうちに豊かに働き最後横と宮沢をあらしてください、えー、えっと自分の感覚と考えに頼っている方がいらっしゃいますがきちっとあの祈りをポイントとして 神に頼っていくように主は語っている方がいらっしゃいます。これはあの失敗するのでちゃんと神に頼らなければなりません。何、えー、かこうえっ、ー、ともう祈っていることがなかなか答えられなくてちょっとイラついちゃって、えー、祈りを放棄しようとしている方がいらっしゃいますがそのことに対する祈りですね。それちゃんと最後までやるように。まあこの中にも訓練があり特別な主の恵みがあります。そしてはっきりと主は、えー、示してくださるので。 これはちゃんと祈り切っていくように主は語っています。神の妻、ど,ど豊かに導き、最後よこと宮沢あらしてください。お願いいたします。えー、守護神の豊かなわざと目に見えなさいで、なんかこう主にあってこのことをやりなさいって言って出たんですが、なんかこう主がどっか行っちゃってあ自分にはできないってなって沈いちゃってる方がいらっしゃいますが、これは主が主にあってということでその事柄を思い起こし再び主に立っていくように主は語っている方がいらっしゃいます。 癒しの祈りをしたいと思いますまず全員で罪の悔い改めの毒これを申したいと思いますそれでは各々で癒しのためにお祈りください のまあなたがこの場にご二在にされていることをありがとうございます。押し通一人の加藤精神に触れ癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆よって甘いの力を打ち砕く。イエスキリストの皆よってみます。お一通し人の加藤精神にいまいのをい、海外の上を賽。イエスキリストの皆よって押し通一人の加藤精神を見され癒されよ。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  えと喉と鼻がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました腰が悪い方がいらっしゃいました歯茎、えー、がちょっと悪い方が癒されましたイエスキリストの身によってお人お人の過度性し癒しを宣言する感謝しますイエス様の名前によってお祈りいたしますアメンどうぞお,とお立ちくださいあれいらっしゃいましょ あれるや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 あれれ 青木長くは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交合が、私たち人と共に、徳しえにありますように。アメンどうぞお座りください。報告をいたします。司法の内側をご覧ください。えー、っと第七礼拝は 常の声ですどうぞ皆さんいらっしゃってください、えー。いらっしゃれない方はですね、インターネットでやっています。8時から新井先生のゴイです、えー。その前は、えー、と礼拝なので7時からこちら側が礼拝をします。10月28日から、えー、イスラエルチームが行きます。どうぞあのいろいろな方々が重荷を持たれていきたいと言われていますが、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。 8月26日から明日から北海道政界なのでお祈りください安らぎの13種の募集を締め切りまして408だっけ8ですね、はい、8局、えー、集まりましたどうぞこれ以降入れないように <laughs> いやこれ以降来るんですよね大体 <laughs> ねえー、あのー、入れませんようにもう完全な締め切りですからね皆さんねはい 10月6日は東京カリスマ生会でエルサミの平和のために祈ります。どうぞ変わってください。感謝の選手は4時半より。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。7月分の教会会計の報告を受付の方に置いてありますのでお取りください。はい、他にありますかね。はい。なければこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。